ごい風。ちょうどいい時間。本当ですか。よかったよかった。うわ鏡がないぞ。まつげだけあげますね。全然鏡にならないけど。まあんまり始まったばっかりだからって油断してます。OK。 こんにちは。ゆったりしてますよ今日は。なんて言ったってお昼ですからね。あ、マリンさんハートありがとうございます。イエイ。わあ嬉しいな。あんまりこうお昼ね配信しないからめちゃめちゃ久しぶりなんですよ。しかも平日って。こんにちは。いやお昼休み最高になりますか。嬉しいな。皆さん今何してますか。多分きっと月曜日だからお昼休みかな。お仕事のどうですか。あ、仕事休み。偶然にも。あ、タツさんだるまありがとうございます。ちょっと今日だるまみたいな格好してるから、ほらだるま。夜勤明け、わあお疲れ様です。大変だ。今日は有給。有給いいね。有給、有給使いたいで。わ、ゴンタ君さん、だるまさんありがとうございます。いいな、在宅勤務。テレビ会打ち合わせ、あ、ズームでやるやつですか。あ、お休みの方もいるんですね。はぁ、ゆりもね、まあ高校3年生なんですけど、こう、何あれ分散登校的な感じで、そう休みの日もあるのでこうやって今お昼に配信してるんですけど、まあすぐね、すぐいっぱい平日が来るので、うん、すぐいっぱい登校日が来るので、まあ今日ぐらいはと思って配信してます。ポチ、あれつかなかった。つながんないタイプだったこれ。こっち、ああ光った。この光がいいですかね。ちょっとユーチューバーみたいな感じで。貴重な配信嬉しい、よかった。ああ柏口さん、アジサイありがとうございます。アジサイですね、梅雨だからね。綺麗に咲いてますよ今の時期は。そうですよ、リレー配信じゃありません、自主的配信です。あのね、あー待って、今日ね話そうと思ったことをねいっぱいメモしてきたんですけど、その決定で配信してるの忘れてた。ただまあ昨日ですね、昨日なんと八つ井フェスに出演させていただきまして、はい、ライブでした。配信ライブ見ていただきましたか。見ました、よかった、嬉しい。お昼はまだ食べてないです。楽しかったよ、ありがとう。イエイイエイイエイ。ゆうもね、そうライブの映像を撮ってくださったのをねスタッフさんが見返してるんですけど、まあ余韻がありますね。まあ反省点もありつつ、やっぱライブって楽しいなって、映像でも伝わったら嬉しいなって思います。やついさんからのお手紙は今年はなかったですが、本当ですか。
みんな可愛かった？うん。歌良かった。本当嬉しいです。ありがとうございます。そうね、ライブ配信、ん？配信ライブって歌がさ、マイクから直接多分言ってるじゃないですか。この会場の音じゃなくて、そういうのも新鮮ですよね。ドキドキしつつ、そういうのも。そうなんですよ、久々のワッチャーだったんですね。はい、やっぱライブ感ありましたね。とゆり的にはどのみちハッピー、ワッチャー二の足ダンシングが久々のライブって感じで熱くて楽しかったです。そうなんですよ、マイクカバーとかつけてね、ちゃんとこうバッチリでした。みんなの気合が伝わってきました。やったね、やったやった嬉しいです。でもさ、やっぱり配信ライブってこう歌ってる子が抜かれることが多いじゃないですか、アップで。だからさ、自分的にこう全体のダンスとかさ映らないところもあるから、やっぱりそこはライブで見てほしいところもあったから、こう配信ライブだけじゃなくてやっぱり難しいけどまたライブ再開したいなって思いましたね。ブルースカイブルースでスター、ブルースカイブルースでスタートでエンドロールで締めるとかずるいそうです、カラポペロンチーノさんな感じでした。ちょっとエモい感じで、最近の曲ってエモ曲多めだから台湾用の飛ばずにいられない曲欲しいね。確かに、確かに最近なんだろう、しっとりした曲が多いんですかね。まあまあこれから新曲とかも、あでもどのみちハッピーも増えたのできっとライブの幅が広がってますどんどん。そう、あとね昨日やついフェスで、そうそう途中からくまりデパートさんが見てくださったんですよ、びっくりしましたMC 中かなに多分ね日記のメンバーとか途中で手振ったりしてたんですけど、くまりさんがね来てくださって、カメラの後ろなんですけど見てくださったのが嬉しかったです。二学期様やりたいね、なん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 、ライブ規定の気持ちが高まりました、高まるねあーだるまさんありがとうございます、ゴンタくん、ゴンタくん、そうね、くまりデパートさんもの前にライブやついフェス出られてたんですけど、猫ちゃんになっちゃうでってげでってげって感じでそう、他のアイドルさんといえばね、終わった後にライブ終わった後にニジコンさんをねリハーサルから本番まで見させていただいたんですけど、めちゃめちゃ可愛かったですね。はい、久々に他のアイドルさんのライブを生で見させていただいてもうね頬が緩んでました、あーって幸せでしたね、よかったです。これはアイドルの特権というんでしょうか。くまりさんにお会いできたのも久しぶりでしたね。ライブはやっぱりね生で見るのがいいなって思いましたね。ずるいでしょ みんなは直接ライブ会場でライブ見たのはいつですかね。最近だともう再開してるところとかあるんですかね。2期は6月27にやっと30人なんですけど、皆さんと一緒にライブしていただける機会をいただけて、そこがね
再会の日になるんですけど、高輪、あ、二期じゃないですか白金高輪3月20日か。わあ、みんな3月20日来てくれたんですね。うわ、新横浜以来。そっか、ツアー最後のツアーですね多分。メンバー全員分まれなかったのがすごく悲しいんですけど、丸半年、いやー3月だね、もう3ヶ月だ。6月だからね、もう3ヶ月ぶり。3ヶ月あったら何できるって感じですよね2月、秋葉原か、ノロロッチ、わー懐かしい。みんなね楽しかったですね。うー、何の話しようと思ったんでしたっけ。あ、そう昨日ね久々にワッチャをやったからね筋肉痛になりました。いや、ワッチャなのか寝違えたのかわかんないけど多分ワッチャ。ここ痛え、爪痛い。ここ首かな、首からね肩が痛いんですよ、こう痛から。久々のワッチャ痛でした。ラッタンプイコでもなるけど。みんなは筋肉痛ですか？ちゃんとお家でもね首振ってくれてたら筋肉痛です割と全力で振ってますわっちゃんは。うん、そんなことはないけど、あんまり首振らないじゃないですか運動してても意外と動いてるんですけどね家にいても。ちょっと今日は暑いね、クーラーがね自動になってますね。あ、やばい、時間気にしないな、大丈夫だ。昨日は静かに見てたそっか、みんなどんな感じで見てるんだろう配信ライブって。ユリがヘドバンの勢いでどうか飛んでっちゃいそうで心配です。あー、その時はじゃあ支えてください。あ、でも配信ライブだと無理か、配信ライブだと画面外に飛んでっちゃいますねこんにちは、バリューさん、ありがとうございます。そう、お家でも歌って踊ったりたまに筋トレしたりしてるけど効果はあるのかわからん微動だにせず見てた、強いいつかね踊り出しちゃうくらい楽しいライブをお届けできるように頑張ろうと思うよ。目標にする。でもねなかなかね、確かにライブ映像のさ DVD とか買っても一人で、あ、まあ振りコピくらいはするか人それぞれですよね見方も。わっ、ミトンちゃん学校でご飯食べながら無音で見てるよ嬉しい。じゃあ無音だから伝わらないか。ミトンちゃん、うん、伝わったかな声は出せないから振りコピーしながら、おー楽しそうそう、確かに配信見ながらヘッドバンするとヘッドホン飛んでいきますねこういうやつだよ。あ、もう伝わったってめっちゃ嬉しいすごい嬉しい。お、15分経過しまってしましたって出ましたね。経過しました。ちなみに今日はあんまり長い時間配信しません。話がつきますし
実は明日なんですよ、ゆりショールームの配信リレーが、担当が。そんなにネタがないっす。お、ナマステ師匠さん、肩たたき券ありがとうございます。ん、ゆりにくれたの？ゆりの肩を叩いてくれるの？ゆりが肩を叩くの？ありがとうございます。そうなんですよっと。お、なんだか音源が来ましたね。ほうちゃんのお題ドキドキですね。はい。そう、実は今日もね、午後用事がありまして、歌って踊るのでちょっと不安です。あのね、久々に踊るとこう、久々に踊る曲は振りを忘れちゃうんで本当に不安になる。すごくね、昔から振り覚えが悪いみたいで、一回覚えたやつでもすぐ忘れちゃうんですよ、より。よっちゃんさん、ハートありがとうございます。ブランク感じなかったよ、わーよかった。こうね、不安が伝わらないようにしたいと思うんですよ。いやー、よかったよかった。みんな覚えてますか？きっとね、細かいところまで忘れちゃってると思うので。予習しといてくださいね。物忘れなら負けないぞ。そこは勝ってくださいよ。ダメですよ。お、すみさん、尊い尊い、ありがとうございます。霊感ないですよ。昨日はたまたまピョンってなんか夜道で動いてるものが見えたから、やば、なんか見えちゃったと思ったら猫のお尻でした。ちゃんちゃんっていう話。マリウさん、かわいい、ありがとうございます。かわいい。土倉ゆうまさん、タコさん、タコさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。はい、そう、話を変わりましょうか。話変わりますね。最近のゆいはね、二次プロジェクトにハマってます。あ、こないだも話したかもしれない。まだね、まだあれですよね、ファイナルステージの結果まで出てないですよね。見てる方いるかな。そう、それで歌って踊るところとか映像でね見てたから、すごく刺激を受けてます。すごいよね、本当に。見てる？そう、話題のやつです。ぜひね、見てください。いや、ゆりが言うのもおかしいんですけど、とても刺激を受けるな。パクさん、そう、オーディション番組です。JYP とソニーの共同でやってるオーディション番組みたいな、風流かなんかでね、やってます。見てますよ。え、推し？なんか誰一人が好きっていう感じはないけど、ゆりね、ゆなちゃんに頑張ってほしいんですよ。何の回かな、すごくさ、パクさんに褒められた回がありまして、それ見てめちゃめちゃ感動しました。涙ボロボロ。やっぱそのさ、人よりさ、積み上げた期間が長いと、それだけさ、プレッシャーとかいろいろあったんだなって考えるとさ、頑張ってほしいって思いますよね。そう、風流、推
腰投げカウント終わってありがとうございます、オレンジさん。あとはまゆかちゃんが可愛いりくちゃんも可愛いし、みんな可愛いよね。どんどん可愛くなってすごいなって、超わかるすごくね、感情移入しちゃう。みんな報われてほしいです。かわいい、ありがとうありがとう。みんなは誰が好きですか、応援してますか。しまちゃんに頑張ってほしいと思ってる。ありがとうございます。そうだね、自分も負けずと、いや負けずとって違うけどねゆりもゆりなりに頑張りたいと思います。確かにオーディション系は応援してた子が落ちると辛いよねそう、そうなのそう、2期のさこうオーディションもそんな感じだったのかな。いやそんなに規模はあれだけど、どうなんですかね皆さん的には。あかりちゃん、チア、チアかな、なんか言ってた子ですね。チアだっけ、なんかお家で踊ってたっていう、なんか無邪気な感じっていうか可愛いですよね。あーみひちゃんは神なんかいいよね、なんかね羨ましいなって思う。若いじゃんすごいよね、二期オーディション懐かしいですね。去年、一昨年、一昨年か。お初です、ありがとうございます。こうちゃんさんだ、ニジプロジェクトの話をしてます。何人選ばれるんかな。確かに全員選ばれてほしいですね、こればっかりは。あ、バリューさんハートありがとうございます。3期オーディションで応援した子落ちて、おーってなっ、そっか、そうですね、いろんな物語がありましたね。そっか、でも私たちを選んでもらってよかったなって思ってもらえるように頑張りたいと思います。今12人ですね。マイブームは何ですか？マイブーム、マイブーム、え？何？あ、わかった。水飲むこと。はい。最近ね、水をね飲んでるんですよ。あんまりね好きも嫌いもなかったけど、水いいって言うじゃないですか。なんかね、あそこにあるけど2リットルのやつを買って飲んでます。でも1日2リットル飲むといいって言うけど、さすがに無理だなって思います1日2リットルは本当にしんどい。3日4日ぐらいで2リットル、もともと飲むのが水分補給が少ないからすごい飲めない。いいこと、炭酸水飲めますよ。好きとか嫌いとかは特にだけど、30分以内に2リットルはね死んじゃうねコップ一杯でもさ割とさ大変ですよね。ガバガブ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 飲んじゃうから、代謝良くなる。そうね、もともといいんだけど多分汗めっちゃかくし、でもなんとなく水飲んでる。え、
冬で2リットル以上、すごい。まあまあ続けられるように頑張りたいと思います。あ、でも昨日野菜ジュース飲んだ。なんかご飯みたいな感じでね、飲めばいいかなって思ってるけど。携帯があります。あ、そろそろ30分だ。もうすぐ終わりにしようかな。実はね、ゆりね、あれなんですよ、チェキ書き終わってないんですよ。やばいね。午前中はちょっとだから、今日中にポストに入れられるように頑張る。この後終わって急いでチェキ書いて急いで家出て頑張る。早いけど。コーヒーめっちゃ飲む、すごいな。コーヒーそんな飲めないより。ありがとうございます、見てくださって見てくださって。ファイト、ファイティング。次は28、今日が22かな。だから23、絶対わかんない、数えてもわかんないよ。でも多分今週末、うん、いやわかんないな。あ、多分今週末かと思われます。お昼行ってらっしゃい。ほい、皆さん見ていただきありがとうございました。午後も一緒に頑張りましょう。お昼からね、顔色がいい感じ。テカテカです。ありがとうございました。お昼から見に来ていただいて、ちょっと息抜きになったら嬉しいです。またね、配信明日かな、ゆりは明日、今日はほうちゃんかなが配信するので見てください。今日も一日頑張りましょう。ありがとうございました。せーの、おつしまでした。バイバイ。